はい、どうも、今回また Life is Strange 2をね、やっていこうかなと思います。前回は、病院を抜け出したショーンが ダニエルがいるかもしれない地に赴く旅があったわけ。地獄の砂漠を歩く旅。その道中で、まあ今いたんだけど、ヒッチハイクというか、まあ乗せてもらって、まあ、なんとか目的地に着いたってとこかな。で、今回から、まあダニエルがいるかもしれないというか、いたじゃん、キャンプの時、ちょっとなんか、信仰色が強いやつ。あいつは、にはとりあえず会えるかなと。思いやりあるタイプのクリスチャンかな。なんか、うおち前、のじいちゃんばあちゃんみたいに。ショーンだけ声小さいんだけど、始めた時はおじさんめちゃくちゃ声でかかったからさ、音量ミスったんかなと思ったけど、ショーンちっちゃいわ、声。うわ、イースターなんて忘れてた。イースタン。時間の感覚ゼあロれだか、わ。記念日か。俺らにはあんま身近じゃないけギど。ャンブルね。ばあちゃんはいい顔しないだろ。ギャンブルって珍しいけど、なんかあんま合わなくない？この街の雰囲気に。あ、いますね。ていうかなんか、ショーンなんかさ、その仕方なくこの格好なったんだトろうラッけクどに乗せてさ、もらえてよかった。なんか、疑ってたのがバカみたいだ。後ろ姿めちゃくちゃいい旅人なんだけど、めちゃくちゃ良くない？これ旅人感すごくない？これ。いいなぁ。旅人感すごくて俺好きだわ。超えられないじゃん、ここ。どこまで行けんの、これ。え、結構行けるくない？あれ、あそこまで行けんのかな？ちょっとりあえず、遊びこはの見よう人か。ここのこと何か言おう。子供もたくさんいるんだろう。それは浅はかだよ。その考えはね。ダニエルにも友達できたかな。それ見て子供がいるのかな？ちょっとまだ浅はかだね、ショーン。大人が遊んでるかもしれないだろう。何も見えないな。まあ、と中りあにえずここ入るだろうしかな、目ない的地か。は。ただ、これ、描画されてるから、いけんじゃないし、繋がってるし。いけないかな。いけるじゃん。え？囲い地広くない？ネこバダっれ。てカジノで有名だけど、ここは雰囲気違うな。囲い地広くない？何これ。なんだろう、昔の練習場みたいだ。昔の練習場？練習場ってのはあれかな？ダニエルの能力のことかな？意がないよな。練習場じゃないもんな、あれどう見ても。何かを積み上げた後だからな。あ、これでもこっち。え、こっち行けんじゃん。なんつうか、え？時代遅れ。ショーン。静かだ。広すぎんか、ショーン。これ正規ルートじゃないかもしんないけど。ここについてもっと聞いておくか。これ十字架意味があるのかな、なんか。いや、まあ十字架に意味はあるだろうけど、なんかあるのかな、なんか、派閥みたいなさ、ありそうじゃない？こういうとこって。なんかね、で今黒い十字架あったじゃん。ここはどんなとこなんだ？黒い十字架はなんかちょっとジェイさ、コブは本当にここにずっと住んでたのか？あれ？なんか今出てなかった。あ、これか。一体どれだけの人がここに来るんだ？確かに。結構でも、ほんと広いな、人の割に。全然人いないけど。裏口から許さないか、さすがに。あ、いいね。みんなでもカーテン閉めてんじゃん。閉鎖的だな。てかよさ、し。あれなんだよどこにな。いるんだ、ダニエル。そう、ちょっと気にしてることがあって、めちゃくちゃ逃してんの、この記念品。そう、だからせめてものさ、なんか、こういう裏道とかちゃんと見ようかなと、なんか多少はね、やっぱ取らなすぎてて今まで。なんか虚しくなってきたからさ、そんなにも取れないかと思って。割と俺探索してる方だけどなと思ったけど、あ、裏口だって。いきなり裏口はちょっと早くない？それちょっと、マナー的にさ、それは良くないよ。表から入れない、そうだなってなってからまだたよ。目がかゆい。でも書いちゃダメだ。どうせなんか親子いたからな。まだいるかな？あ、いる。ああ、かわいい、でも。大丈おお、夫？大丈夫か？どうだ？多分。よし。じゃあ中に戻りなさい。全然大丈夫じゃないだろう。パパ。咳してる状態で咳してるだけじゃん。こんにちは。あ、で何も当かたり問は。題でも？いや、その、何か問題でも。大丈夫です。ここには礼拝に？人を探してるんです。と、
実は人を探してて。そうか、気にすることはない。え、ここでは誰もが歓迎される。本当ですか？我が主は皆に優しい。こんな、それに礼拝後には食事の用意もある。好きなだけいなさい。自分で言うのもあれですけど、汚くて臭いですよ。これなら牧師様に。すべてはおぼし飯だからね、彼女の。ああ、新たな奇跡もぜひ見ていくといいよ。いや、これダニエルっぽくない？その奇跡って。おや、知らないのかい？なら言わないでおこう。サプライズですか？もうすぐ来るはずだから、自分の目で見てみるといい。ダニエルかな。神を讃えよ。その捨て台詞はかっこいいと思ってんのか、てめえ。おい、調子はない。あの子かわいそうに咳が辛そうだった。なんだこれ。ああ、謙虚に怒った。ちょっと怖いけどね。咳が辛そうだった。ショーみたいな子は。お父さんはいい人みたいだ。まあ歓迎されなそうだけどな、この見た目だと。汚くて臭いですよ、うち自分。大丈夫ですか？本当に歓迎してくれますか？ああ、涼しい。神様、エアコンをありがとう。わあ、わかるわ、今。肌で感じてる、今。なんでダニエルがこんなことになったんだ。え？ダニエル称えよう。あ、じゃあ本当ダニエルいるんだ。あ、じゃあこれからか、新たな奇跡か。まあそうだよな、信仰心強いやつだとあり得るよな。結びつきはね、相性いいもんな。だからこれ絶対もう見えたよ、俺も。先が見えるもん。これ絶対あれでしょ？何やってんだ、ダニエル！こっち来いっつって手引っ張ったらさ、あの人、あいつ、ダニエル様になんてことってなるでしょ、絶対に。もう見えるわ、見える。めちゃくちゃ見えるわ。ガーゼの上から洗うのどうかと思うけどな。絶対ダニエルの手引っ張ったりとかさ、言い争いしてるときにさ、ねえ、この信徒たちに絶対、すげえ敵意むき出しに来られそうじゃない？絶対そうでしょ。さすがに見え見えやって。嘘だろ。天使ダニエル。天使ダニエルだって。何の冗談だよ。いや、どんどんこれあれだな、獲得しづらくなってくんな。いい写真だ。俺も入れてくれるかな。寄付だけでやっていけるもんなのか。寄付する金なんかねえよ、お前らに。めっちゃ喋ってるけど、この中入っていいの？ダニエルとピクニック、一体どうなったんだ。死とダニエル、あれなのかな、やっぱり。少なくともダニエルはここにいればネットで噂になることはねえな。確かに。あれなんだろうな、多分その神を信仰してたあいつが、いいなこれ。ばあちゃんも似たようなもん持ってたっけ。あいつもダニエルの能力見てたからさ。近っ、カメラ。だから多分それであれなんだろうな、なんていうの、利用できるじゃないけどさ、これは奇跡だって。よく聞く言葉です。しかし信仰とはただ、入らなくてよかった。賢、こっちの方が。ではバレるかな。信仰とは何なのでしょう。何でしょうね。ルカの福音書にもあります。はい。人に不可能なことも神には可能であると。まあそうだろうよ。つまり正しき信仰は魂の救済をもたらすのです。へえ。救済への架け橋を皆さんは渡れますか？魂の救済を求めますか？渡らせてください。兄弟の皆さん、そうでしょう。あなたたちは他の罪人とは違うのです。へえ。主はこの私に印をお与えくださいました。主は私に語りかけ、私の行いをお褒めくださいました。そして信仰に報いるためあるものを授けてくださったのです。使徒ダニエル。天使を。絶対そうじゃん。神の力をその身に宿せし巫女、我らが祈り待ち続けた
奇跡です。確かに相性いいもんな、あの能力。ハレルヤの聖書を、神の力っていう感じするもんな。信じますか、彼の力を。信じますか、この私を。それならば彼をこの場に迎えましょう。我らが待ち望んだ奇跡、天使ダニエルを。え、なんか違くない、でも見た目。あ、なんか違くない、なんか。なんか若くない？かの預言者ダニエル。愚か者により。あ、でも顔一緒だな。投げ込まれました。しかし神は天命を託すため。髪切っちゃったのか。ダニエルを救いました。のお利口さんの髪。ここに使わされたのです。救済のために。誰だ？苦しむ我々を導くために。さあダニエル、主の真の力を掲示するのです。その髪型似合うな。でもお前いい感じになんかあれだわ、いいとこの坊ちゃんって感じするわ。まあでも相性いいもんな、ダニエルの能力。ほんと何回も言うけど相性いいわ。さあ、信じるのです。ありがとう、ダニエル。奇跡を。信じられましたか？皆さん、感じますか？感じます。最高です。奇跡だ。やった、ダニエル最高。神だダニエルは神だでもコントロールできるなってよかったな、ダニエル。本当すごいちゃんと使いこなしてんじゃん。いや、取り戻すの大変だったぞ、これ。ショーン、敵が多すぎるもん。接し方大事になるな、これ。我々は神の伝令人を得たのです。でも意外と楽しそうにしてないな、ダニエル。なんかもうちょっとね、信徒が増え、この教会も成長しています。ですが、すべてはここからです。教えを広めるのです。なんか本当なんかまあ表情浮かないもんね。奇跡を見届けましょう。ありがとうございました。いや、脅されてる可能性はあるよね、ダニエルが。ワンちゃんね、やらされてるみたいなさ、やらされてるパターンだったらダニエルショーン側についてくれるかもな、あっさりと。当教会では広く寄付を受け付けています。寄付は教会の維持に使用いたします。やっぱショーンも感じ取ってるね、やべえことになってんなっつって。お買い忘れなく。ダニエルも来ますからね。ご質問は外で私がお答えします。皆さんに神のご加護。いや、でもダニエル楽しそうにしてなかったからな。俺ダニエルの性格的になんかああいうやっぱさ、周りから褒めたたえられるとさ、その舞い上がっちゃうタイプかなと思ったけど、意外とそうでもないから、多分裏あるぞあれ。ショーン多分なんかやらされてるぞあれ。多分すげえ打ちしがれてんじゃん。そんなへこむ？あら、あの子じゃん。さっき駐車場にいた人ね。あ、こんにちは。ああ、そうだよ。ここ素敵よね。下を見渡せるし、牧師様が授業してくれるとこだから。あ、特等席なんだ。あ、大丈夫。どうした？水飲むか？大丈夫。ちょっと具合悪いだけ。PCR 検査受けた？ああ、大丈夫？大変だな。でもいいとこだな。なんかあんま人通り多くなくてね、一方的に見れるってのはいいとこだよな、ここな。その目どうしたの？ああ、いろいろあったさ。触れないで。私、サラリー。サラリー。君、ジェイコブの妹か。手紙受け取ったか。カリフォルニアからの。うん、
妹ちゃんか。なんで手紙のこと知ってるの？カリフォルニアで、一緒に暮らしてた。あなたまさかダニエルのお兄さん？あなたのこといつも話してて。ね、サラって呼んだ方がいい？リーって呼んだ方がいい？でさ、聞きたいことがあるんだけど。牧師様は隣人を助けようって言ってる。うん。聞きたいことって？助けてくれんの俺を。これ何してんの？ダニエルはここで何してるんだ？あの子は奇跡。神様に導かれてここに来たの。奇跡、奇跡だもんな。ザ奇跡だもんな。優しくて面白いから大好きなんだ。いつも一緒に遊んでる。へえ。牧師って誰のこと？知らないの？知らないよ。リスベス様だよ。リスベス様。子供の頃に神様に祝福されたの。頭おかしいんか。あ、ごめん。そのおかげでどんな罪も犯さないんだよ。へえ。正直は多分罪を犯してる俺。はっきり言うけど。この場所って。そんな予感するわ。教会だけど、みんなのお家でもあるんだ。牧師様は私たちは選ばれたって。ダニエルに会わせてくれ。ダニエルに会わせてくれないか。いいよ。きっとダニエルもすっごく。いやー、すげえ敵対で終わっちゃったからな、ダニエルと。会いたがってたから、遅めのプレゼントになるよ。あ、会いたがってたの？なんだこの汚らわしいワッパはって言われない？大丈夫？ねえ、ごめん、自分でもあれだけど汚らわしくない？こういうとこには似つかわしくなくない？あなたの存在は彼と私の信仰の証しの、ほら、ちょっと嫌がってんじゃん。わかってる。でもショーン、あら、あら、ショーン、ダニエル、ダニエル成長したな。あ、いい、その一言。その最初の一言いいぞ。目どうしたの？気にすんな。なんでもない。いや。応援で。兄貴。僕の誠意。ごめんなさい。ちょっとお前。本当に。成長したか？お前のせいじゃない。ここは兄貴として見せましょう。いいんだ。お前のせいじゃない。ここは兄貴の姿見せようや。忘れろ。どうしよう、でもどうしよう、今度さ前半戦で俺厳しく行き過ぎたからさ、どうしよう、今度甘やかしすぎてなんか暴走したらどうしよう。それも見えちゃうな。痛い？いや、かゆい。その髪型ほどじゃない。うるさい。いいね、気に入ってる。似合う似合う。でも似合うよ。置き去りにしてごめん。怖くて何もできなかった。しゃあ、しゃあない。死んじゃったかと思って。だから。もういい。また会えたんだ。うん。それで、これからここで一緒に住むの？いや。プエルトロボスに行かねえと。でも、もう必要ないよ。まあ、いいとこだもんな。新しい家もあるし。見てよ。一歩ずつですよ、ダニエル。考える時間をあげなさい。あれ、いろいろ聞かされて混乱していることでしょう。リスベス様、遅れましたが、リスベスフィッシャーです。我ながらリスベスを覚えてたわ。あなたの死を祈っていました。ショーン、あなたも我が死を信じますね？と、信じてないって言いづらくない？ちょっとはもうすごい悪いけど、うん、ちょっとは。やはり再会できたのは、いやー、裏ありそうだけどな。サラリーとダニエルは救急箱を、ここは癒しの場というか、なんか第一です。裏がないとさ、後にしようよ、話したいし。ダニエル、行って。うん、わかった。ダニエル、行こう。おいおい、待てよ。びっくりした。こんなやつの手当てなんかしたくねえよって言われるかと思った。よかった、話したいんだな、ダニエル。ごめんな、俺勝手に思っちゃった。はあ、なんでこいつを手当てしないといけないんだよみたいなノリだったから。会えてよかった。神に感謝しましょう。リスベス様、本当思ってる？ダニエルとはしばらくぶりですね。死にかけてて。分かっています。意外と責める気はありません。柔らかいね。これからどうする気ですか？てかみんな当たりがいいわ。この祝福されし地でダニエルと共に暮らすのがあの子のためかと。
リスベス様。ご存知の通り彼は主から使命を託されていますから。本当ですか？あんたからだろうとは言えないよ。まあ、とりあえずさ、この場はさ、少しの間なら。まあ、それはよかった。愛ある判断ですね。これでわかんじゃないの？しかし、門は小さく、道は狭い。あの、ワシントンであなたが傷つけた哀れな男のことです。本当ですよ。恐ろしい罪です。本当ですよ、リズベス様。買春なくしてあなたを。分かってますね。受け入れられません。はあ、本気なのか？ええ、我が子よ。俺はあんたの子じゃない。え、そこ？ダニエルだってあんたの所有物じゃない。よくない、別に。ダニエル、行くぞ。そういう捉え方じゃないよ。どうしたいか。触んな、ショーン。よくないよ、ショーン。ショーン、ガキかよ、お前。そういう感じじゃないだろ、あんたの子って。お前の子じゃない。あ、でもそっか、お父さんが殺されたから、ちょっとやっぱそこの捉え方が敏感なのかな。なんかその、いや、俺は父さんの子なんだっていう、やっぱそっちの思いが強いのかな。とはいえ、ちょっとガキすぎんよ。その場を切り抜けるってこと覚えろ、いい加減。お前らは何したの？これで反感買うじゃん。もう、なんてことを。我が主の見舞いで。どういうこと？ちょっとショーン、あなたの目の前にいる兄は罪人に身をやつしました。ですがまだ救いはありますよ。牧師様の言う通りだ。ショーンといるとろくなことにならない。僕、ショーンのために祈るよ。お前は操られてんだ。導きましょう。急になんか敵対したじゃん。真実の光へ。その場を切り抜けろ、ショーン。ふざけんな。行くぞ、ダニエル。ほらほらほら、もうなると思ったもん、この。行けば。わかりましたね。ほらもう。また会えたのに。いい感じだったじゃん、ショーン。なんでだよ。なあ、来い。話せよ。ダニエル。話せ、クソ野郎。ダニエル。もう、騙されるな。それは正直ショーンが悪いよ。我が主を信じるのです。これはショーンが悪いって。待っていますね。おい、絶対牢屋にぶち込まれんじゃん、反感したやつとしてさ。ほら、満足か？二度と面見せるな。え、起き上がる。何もしない。起き上がろうぜ。それは起き上がろうぜ。甘えんじゃねえ、ショーン。私とやる気か？寝とけばいいもの。そういうゲームじゃないだろう。何これ、私とやる気かって、そういう感じじゃないだろう。ダニエル、ダニエル。そういうゲームじゃないだろう。ここは私有地だ。侵入者は合法的に排除できる。わかるな？俺はただこれであれかな。一緒に。だが彼はそれを望んでない。この教会が彼の居場所なんだ。次は容赦なくこいつを使うか。まあ、金稼げるからな、ダニエルで。さあ立ち去れ、ダニエル。ちょ、それするとさ、反感買うだろって。覚えろ。誰だ？そんなやり方じゃ無理よ。誰？来て。誰？なんでじゃない。誰？お母さんか？うん？誰？お母さんですか？可能性あるとしてお母さんしかなくない？きったね、車だな。お母さん放浪してるから、お母さんか、これ。ショーン、その目は？
初そんなことより あ、すいません。なんでここに。お母さんじゃない？それはジェイコブって人から手紙もらった。ジェイコブ書いてあったの、あなたたちのことだから。それで今さら現れたのか。そっちとつながんのか。いつでもいいから話をしましょう。なんかジェイコブととりあえずはさ切り抜けんのかと思ったけど。ホテルを取ってある。目のこともあるし、ゆっくり休んで。いや、母の愛を受けようぜ、こっから。甘えまくろ。優秀っぽいし。甘えまくろうぜ。こんなの、そっちと繋がんだ。なんか、とりあえずジェイコブがさ、なんか慰めてくれるのかなと思ったけど。で、ジェイコブとなんかこう頑張って、ダニエルに。こうなんかね、ダニエルにっていうか、なんか取り返すのかと思ったけど、いきなりそっちなんだ。なんでジェイコブ、なんでジェイコブ母さんの知ってたんだろうな。それもちょっと怖いけどな。とはいえなんか、今んとこ、いいやつ説あるよね。で、それさ、これかね、眼帯、その、ガーゼつけたまま風呂入った方がいいの？そんなことある？そっか、まだ感知してないのか。ガーゼ雑に扱いすぎじゃない、お前。ガーゼって濡れたら濡れるぞ、お前。普通に。濡れたら意味なくないか、ガーゼって。もう厳しいぞ、そういうとこ。衛生面気にしろよ、お前。結構いいホテルじゃん、でも。なんか、まあいいホ、まあ普通のホテルっぽいじゃん。なんかもっとなんかね、やっと交差取れたぐらいかと思ったけど。痛みはなくならないけど。どうしようかな。すっきりはした。一旦切ろうかな、キリーシ。キリーシ、こう一旦切ろう。ごめん。じゃあ、あ、出した。